こんにちはプロレスレーシングです。はい、ちょっとちょこの方が見える <laughs> いやも,うもういい,い、はい、ということでプロレスレーシングの T シャツができましたのでもし購入希望の方がいればお問い合わせください。はい、結構ねいいいい感じの生地で。 使った T シャツメーカーはこれです。こういう感じね。モデルは僕でもないしサ井さんでもないです。プロレスレーシングです。今日はえー、っとエレメントサイクルのホームページ昨日ちょっと大幅にリニューアルしたのでその紹介をします。 本当はね画像を差し込んでやるといいんですけどこれのトップページです。まあ、ブログね、新着商品。今までその、まあ、僕もよく見るんですけどあの商品探しにくいなと思ってたんでここ、ね、今度はここ、ね、商品を探すってところがあります。これスマホで見るとどうなんだろう。こうだともう一覧で例えばハンドル、ステムとかグリップとか見えるように機能のの設定を。 やりました例えばあと工賃ね工賃作業工賃についてとこもメンテナンス動画これ過去のメンテナンス動画1個あの一覧で見れます大体40個ぐらいありますで商品探すここでアウトレットだと、まあ、ちょっとお買い得な商品がありますよと。 キャットアイに関しては多分ねまままあまあ安いいと思いますこれなんでこんなことしてるかっていうと「おエレファントサイクルさんのサイト安いじゃん」って、まあ、そう思わせるためにちょっと、ね、アクセスを稼ぐためにやってるんですけどなかなか効果が出ないんで多分こんなやり方はねダメなんだと思いますけどちょっとねこれはやってみようと思いますやり続けてみようと思いますあと商品探すオリジナル商品とかジャージとかねジャージも一覧でここでー見れます あと、えー、全ての商品見るここでも全部入れますわと最近入ったのがこの、ね、フィルセントリック BB これがねやっと入荷しました金額すごい4万4千しますこれがあればあのドロップエンドじゃない b s a ネ次キータイプの BB の車体でもシングルスピードにできます、はい、グロータックの、ね、ブレーキも入ってます、はい、という感じなんで でもしかしたら今週中ぐらい、まあ、今月ぐらいになんかね、クーポンかなんかまだやったことがなんかったので発行しようと思います。でもし、オンラインショップで売り切れになっているものがあるとです、ね、この LINE で、次回の入荷を LINE で通知する押すと、LINE、お友達追加してもらえれば、LINE で来ます、入荷しましたって、はい、すごい,いいシステムでしょう。 あとはですね、商品のレビューも書いてもらいますで。もしね、商品のレビュー書いてもらったら、ステッカー差し上げようかな。ステッカー差し上げます。レビュー書いてきたら、まあ、誰かっていう通知がの僕のこのメールで来るので、ステッカーか、まあ、何か何かしら、エレファントサイクル何かしらを、あの、郵便のなんか封筒で送ります。はい もしみん,な、ね、なんか商品買ったらレビューを書いてくださいまあ分かんないですねレビューが全てじゃないか分かんないけどやっぱこの積み重ね地道ななんかこの積み重ねが大事だと思うんでとにかくねレビュー書いてください <laughs> あとは、まあ、お問い合わせはもうあのメールはやめて申し訳ないけど LINE でお願いしますまあどうしてもメールじゃなきゃダメだっていう人は どっかに、ね、メールアドレスありますからもうね隠したメールアドレス <laughs> 隠したどっかにあるんでそれはね自力探してくださいヘルメットのウェアとかもね意識ここでありますもちろんねこのプロレスレーシングのキャップこれちょっと売り切れちゃったんですけどあの明日か明後日また6個ぐらい入ってきますのでこれ3000円です結構安いよ はいということで、えっと、エレファントサイクルのホームページ、一新しましたので、まあ、興味ないと思いますけど、いや、そんなことない。<laughs> ちょっとっとして、もしこんなの欲しいなとか、あとね、時間指定ができます。あの今までオンラインショップで時間指定できなかったんですけど、えっ、ー、と、備考欄に、えっ、ー、とね、時間指定ができるようになったので、もし、あの、備考欄、なんかね、書くとかあるんで、そういう希望の人はまだ言ってください。 はいじゃあここからちょっとフリートークしますえっ、ー、とね今日あの浅田さんから差し入れをいっぱいもらったんですけど一個すごいのがあってちょっと持ってきますこれですやばいでしょこれ炭酸とコーラが一緒になってたやつがあるんですよ これはねちょっともう攻撃的な味でちょっと僕まだちょっと体が順応してなかったんでなんかこれ知らなかったんですけどこう開けた瞬間なんかプシュッとしてあれこれコーヒーだけどなんかおかしいねみたいなまあでもえれ飲んでみるかもおコーラじゃないコーヒーだみたいなだから今度夏のコーヒーコーラライドはねこれ1本で済むんでねちょっと味が僕まだこうあっと体ちょっと触れてしまったんでまあこの夏まだね夏まであと2ヶ月あるんでそれまでにちょっとこの 慣れてちょっと、この、体をちょっと順応させていこうと思います。いや別にまずいと言ってない。まずいと言ってない。ちょっとびっくりしたわけです。はい。以上です。じゃあ今日は、えっと、プロレスレーシングね。まあ、金額決めてませんけど、ちょっと、もし興味ある人は、公式 LINE にか、僕に直接言ってください。あと、オンラインショップ、ホームページがリニューアルしたという話と、商品レビュー書けるので、もし商品レビュー書いた方は、 あと、えー、でこの住所とか聞くのであのオリジナルのステッカーなりなんなりプレゼントするのでなんかね商品レビュー書くようにお願いします、はい、じゃあ終わりますって、はい、思ったでしょ終わると思いました実はねもう一個すごいのが出たんですよ出てきた,たこれ最後まで見たくしたしかわからないですけどえっ、ー、とね「エレファントサイクル」の T シャツ作っちゃいましょうか ちょっとこ,のこの会社で作りました多分ねこれい,い,いい生地6.5オンスだったかなこれちょっと作業着として使いますんでもしどうしてもこれ欲しいなって人いたらまた僕にき言うか公式 LINE でお問い合わせください、はい、じゃあ終わります